小賀義明は、佐賀県出身の編集者。1964年、佐賀県の旧三田川町出身。佐賀西高校から、明治大学へ進学。学生時代、インドに魅了され、4ヶ月間放浪する。大学卒業後の1989年、講談社入社。週刊現代、フライデーに配属された。2001年、都府市週刊誌。 パリマッチにて研修。2003年、取材のためイラクバグダッドへ渡航。2004年、ワインから国際政治までをテーマにしたクーリエジャポンを創刊。初代編集長を務めるほか、報道ステーションのコメンテーターなど、テレビ出演もしてきた。編集長時代には3回もインド特集を組み、編集長を退いた2010年には1ヶ月の休暇を取って、インドへ赴いた。 2010年、国際事業局に移動し担当部長に就任。インドプロジェクトディレクターとして、巨人の星からのリメイクアニメ、スーラジ・ザ・ライジングスターを企画した。2013年、ヒューマ、インドの星になれ。インド版、アニメ、巨人の星誕生秘話を表す。同じ梶原一期作品の、明日の城のリメイクアニメ制作も検討しているという、ありがとうございます。